こんにちは、こんばんは、やつねこと申します。よろしくお願いします。なんかちょっとほらライオンみたいになったでしょライオンみたい、かわいいお願いします。はい、こちらですね、バタフライの糸とケイト・ピエロさんで買ったパレットという糸ですね、レース糸を2本引き揃えて、こちらですね、編んでいるバッグの続きになります。持ち手の方はね、もうこちらちょっと短めでつけました。つけたんですけれども、ショルダー紐の方をね作りたくて、でね、途中までは今編んであるんですね。まだ、よいしょ、だいぶこう全部隠れちゃってる。今半分だけ編んだ状態で、片側の模様って言ったらいいのかな、片側の模様を編んで、で今途中で止まってる感じなんですね。ここ鎖編みになっていて、でこちらの続きを編んでいきたいと思うんですけれども、ここのね最初の編み方だけ、これが前回この編み方をしていきますというのを、これが片側で両側を編むとこういう感じにね、ちょっと幅広になる感じですね。今まだこの片側の状態を編んでる感じですね。これを編んでいくので、前回も一応編んだんですけれども、ちょっと一応改めてで、編み図的にはこんな感じこんな感じで描いてみたんですけど、ちょっと編んでみますね。この長さ 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 こんな感じかな。でここで今15目鎖編んでみました。このね、この長さだけ編んでみるので、あ、もう見つかない、1,2,3ごめんなさい、18編みました。でここの18目目のところを指でちょっと押さえておいて、鎖編みを1,2抜けちゃった、1,2,3目編んだら、ここで指で押さえていたところに針を通して、長編みのなんだっけ、未完成の長編みを1つ2つよいしょ編んで、ここで閉じて、それでここを鎖1,2,3,3つ目のところでここで引き抜きました。よいしょ。でこういう風に鎖のところに固定される感じですね。この鎖編みの上にこうポコンポコンポコンって乗る感じで編みつけてってる感じなんですけど、うまく説明が難しいですけど、
ここからまた1,2,3 鎖3目編んだら、今引き抜いたところですね、引き抜いたところにまた未完成の長編みを1つ2つ編んで、ここで止めます。でまた鎖1,2,3 3目目のところで引き抜いて、これで2つ目ね。でまた1,2,3 鎖3目で、よいしょ。でこの根元のところに引き抜いたところですね、未完成の長編みを、よいしょ、2つ編んで、と1,2,3鎖3目目のところに引き抜きます。よいしょ、はい、もう一つ1,2,3よいしょ、ここで1,2,3 3目目で引き抜いて、1,2,3よいしょ、よいしょ。でここで止めて、で一番最後のところで、ごめんなさい、今ゆずがくしゃみしたのが入っちゃったから、でここで引き抜いておきます。こんな感じですね、今片側をね編んだ感じですね。こっちのね半分だけこういう感じで編み進めていくので、ねこちらの方がまだあとね、ずっとこれ長く今編んでいて、あとこれだけ長さが残っているので、ここまでまず編んできます。はい、この一番最後のところまで編んできました。あとねもう一つ同じように長未完成の鎖3つ編んで、未完成の長編みを、よいしょ、2つ編んで、ここでまとめて、あと最後のところですね、ここで引き抜き編みをして、よいしょ。で今度反対側ですね。でここでもうそのまま1,2,3鎖編み編んで、よいしょ。でこの引き抜いたところですね、ここにこの糸と、ちょっともう一本丈夫にしたいんで、よいしょ、もう一つこう2本くらい糸の部分を拾って、ここに未完成の長編みを2つ作って、よいしょ、これで止めて、でここですね、最初のところでこの糸はね、後で糸始末するので置いといてもらって、ここで終わっていて、今ここで止める感じですね。ここの引き抜いたところに針を通してもらって、でここで同じように引き抜いてもらうと、ちょっとこれ、これだってこういう丸みのある形になってくれますので。これをまた同じように編んでいきます。鎖が1,2,3で、ここの今引き抜いたところに未完成の長編みを2つ編んで、
で次のところですね、この引き抜き編みのところで引き抜いてあげます。はい、これを繰り返す感じですかね。これをよいしょ、1、2、よいしょ、ここで止めて、はい、こういうふうにちょっとね倍の幅に、よいしょ、こっちがね1本の幅、それで1本ね片側編んだ方の幅ですね。でこちらの方はぐるっとこうね折り返してきて、反対側も今編んで、ちょうどこう紐のね幅が二重になってるような感じですね。でこちらをずっと端の方までぐるっと編んでいきたいと思います。はい、編んできます。はい、ね、だいぶ編み進めてきました。それで最後のねこのなんかコロンとした編んでるところのあと残り3つのとこですね。それが1個編んじゃった。1、2、3、すいません、たまにちょっとゆずくんがお話ししてるかもしれないですけどごめんなさいね。どうしてもね余ったれなんで、抱っこちゃんですからね。1、2、3、はい、これで最後の一つ、ここね最後のところでよいしょ引き抜いて、これで引き抜こうかな。最後一つねちょっと鎖を編むような形でちょっと糸端長めに残して切りました。ちょっと端っこ結んどこうかな。結べてない。それで糸の方なんですけど、これだけ、これだけ残りました。見えない見えない、これだけ残りました。こっちはまだね全然あります。こっちの方がねだいぶ少なくなってきました。でこっちは、引き抜いちゃいますね。でこれはね糸端の部分を糸処理をして、よいしょ、糸がね目立たないようなところにちょっといくつかこうくぐらせて、よいしょ、こっちの方に戻っておけかな。喋れなくなっちゃった。戻っておこうかなと言葉が出なくなっちゃった。もしこれで、はい、片側は止めたのでちょっと
反対側もね、こちらの方も後で留めておきます。それで、ここの部分につけるんですけれども、ここにねボタンを、ここ最後のところ、細編みを長編みバッテンみたいな模様の長編みして、細編みして、その後長編みになっていて、でその後1、2、3、4、5、5段分細編みが入っているので、ここの部分を利用して横のところにボタンを、いつものごとく、あの前にもね何回もお見せしてると思うんですけれども、残りボタン、こちらの中から大きさ的にね、色と大きさ的にこれならいいかなって思うボタンを見つけてきたので、こちらをね横にこの辺にこうつけようかなと思って、これをねちょっと留めたいと思います。でね、こっちのバタフライの糸だと細いところと太いところがあるので、あら大変、絡まっちゃった。こっちのパレットの糸の方で、ちょっと置いときますね。こちらのねパレットの方で、糸を留めていこうと思います。糸違いますね、ボタンを留めていこうと思います。2本取りにしときます。で、端はちょっと玉止めしないでおきますね。この辺でちょうど真ん中ら辺に出しとこうかな。こっちは後で糸処理をしてこの中に潜らせてしまうので、あえて玉止めしないでおきます。通るかな。あ、大丈夫でしたね。バッテンで止めようかな。これかな。ここで結んじゃいます。ちょうどね結び玉がボタンの下あたりに来る感じですかね。これでこれをちょっと長めに、あ、いいや、これを糸ついてる方をこのまま後ろの方に出してもらって、でこれでこのまま糸処理しちゃおうかな。こんな感じ。ちょっともう一本流れていいや。
よいしょ。針の穴が小さすぎちゃった。よいしょ。こちらの方も後ろの方に、よいしょ、糸を出して。で、裏側の方でね、適当にこう糸を潜らせて糸処理します。でもね、ちょっと持ち手のところの他の糸はまだ糸処理ができてないので、あ、硬くなっちゃった。よいしょよいしょよいしょ。こんな感じでボタンをつけました。それで、もう一個ね、こっち側の方もつけるんですけれども、この編み地は、最初に絵で描いた通りで、真ん中がこう長編みがあって、それに対してでこういう形でこう編み地がくっついているので、鎖編みの間のところは長編みのスペースがあるんですね。なので、ここのスペースのところを利用して、このボタンに引っ掛けようと思って、ここですね、こういうところに隙間が、この真ん中のところが、これが鎖編みなんですけれども、隙間のところを利用して、ここにね、お好みで、あ、通るかな、ちょっとボタンが大きかったかな、もうちょっと小さいボタンだったら、あ、通りましたね。こういう形で今ここくっつけたんですけれども、止めようかなと思って、で、編んである紐なので、多少ね、こう、あと着るものによっても紐の長さが変わったりするので、もしね、もうちょっと紐が伸びてきちゃったからちょっと変えたいなって思ったら、ここね、今みたくこう外してもらって、今ね、ここに通したけど外してもらって、ちょっとこう長めにね、こう留めてもらっても、他のお好きな長さのところでね、ちょっと止めてもらってもいいかなと。その代わり、ちょっと私かなりキチキチの、もうちょっと小さいボタンが良かったんですけど、余りボタンでね、何せやってるので、これよりも小さいボタンがちょっとなかったので、結構キツキツになってしまったんですけれども、こういう形で止まってくれるので、今回はこういう付け方にしてみました。では反対側もやっていきたいと思います。はい、出来上がりました。こちらの方ですね、糸処理の方も全部したんですけれども、先ほど言ったここね、ボタンキュッて引っ掛ける感じで留めてあります。これね、紐、付け外しが大変だったら、この中にね、こう入れといてもらって、で、普通にこう持ってもらっても、そんなには目立たないと思うんですよね。そのままでね、ショルダーとしてね、使うように、紐はそんなに伸びることを考慮して、そんなに長めにはしなかったんですけれども、紐をね、外したい方は普通にここ外して使ってもらってもいいんですけれども、糸を引っ掛けるための、ボタンを引っ掛けるためのループとして、ここの真ん中の部分をね、あえて作ってるわけではいないので、
ちょっとね無理やり通してるような形にはなるんですね。でこちらのバタフライの糸とパレットの糸、こちらのね2本の糸もそんなに太い糸ではないので、共同的にねちょっとどのくらいの重さに耐えられるかはちょっとわからないんですけれども、これだけねちょっと糸端で見ると細い糸を2本取りで編んでいるので、ちょっとどれだけの重さがね耐えられるかっていうのがわからないんですけれども、横の部分もねもしボタンが嫌だっていう方はね直接縫い留めた方のがより強度はね上がると思います。こちらの方はそうですね、重さの方がちょっとねどれだけ耐えられるかわからないので、自己責任でお願いいたします、ね、何かの参考になればと思います。こんな感じでバタフライ と、パレットの方の糸2本取りでね小さめのバッグ、ショルダーにもなるよというバッグを編んでみました。それで、着画の方ですね、下げるとこんな感じ、ちょっと私のお腹も出っ張ってますが下げるとこんな感じですね。ちょっとね紐が伸びるともうちょっとねゆったりした感じで下げれるのかなと思います。一応こんな感じです。はい、ちょっと着画は恥ずかしいんですけど一応ちらっとだけお見せしました。はい、じゃ今回はこんな感じですね。今回はバタフライと、ケイト・ピエロさんのパレットという糸を使ってミニバッグ、ショルダーにもなるよというのを編んでみました、はい、この子も入りそうですね、はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画が良かったよと思われる方は、チャンネル登録、コメント、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ゆず猫でした。バイバーイ。